ここに何をしに来たんですか？陸道朝日という名前に心当たりはありません。ですがさっきここにいた人は、あなたが探している人なのかもしれません。猫を探しているようでした。いいえ、彼女が言うには、汚れのない純白の猫だそうです。私に言われても困ります。そう言ったのは私じゃないですから。そういえば、教会に行くと言ってました。一つだけ。昨晩停電が起きた時、あなたがどこにいたのか教えてくれませんか？いえ、何でもありません。早く追った方がいいんじゃないですか？
課せられた試練を乗り越えてたの。試練と試験、もしかしてダジャレ？あなたできるの？まだ信じないわ。あなたが偽りの言葉を使わない人間とは限らない。どうしたの？あなたが嘘をついていないか見極めようとしてたの。わかった。
あなたの言う通りにしてあげる。それで結局陸道朝日の用って何だったんだい？猫を探していたらしいけど、詳しいことは結局わからなかったんだ。一緒に戻ってきたんだろ？その間に話はしなかったのかい？聞いたんだけど、よくわからなかったんだ。あと10秒だよ。了解。尊栄よ、的を射抜け。さすが世界の平和を守るヒーローだ。僕ら一般人なんかじゃ足元にも及ばないね。そんなに褒めるほどじゃないよ。僕より魔法の成績がいい人なんて何人もいるし。いやいや、僕との会話に付き合いながらほぼパーフェクトなんてなかなかできることじゃない。周りを見てごらんよ。みんな君を見てる。青い炎ってのが珍しいからじゃない？得意性があるってのもヒーローである条件の一つさ。次、黒龍くん始めて。はーい。君の後ってのはやりにくいったらありゃしないね。暁、頑張って。生命の根源よ、我が手に集いてそれを打ち抜かん。落ち着いて、まだ時間あるよ。暁、お疲れ。やっぱり君のようにはいかないね。どうにか平均を上回るのはやっとだよ。
僕は筆記テストの方が苦手だからね。ここで頑張っておかないといけないから。知識の量は努力した時間に比例していくけど、魔法の才能はどうあがいたって爆発的に伸びたりはしない。どちらが大事かなんて考えなくてもわかるだろう。おっと、ハルトが気にするようなことじゃないよ。君は何も悪くはないんだ。ただ、少しばかり考えてしまうんだ。中途半端な才能なら、いっそ初めからない方が良かったかもって。アカデミーに入る前は、もっと自分に期待していたんだけどね。いや、胃の中の蛙っていうのは、まさにこのことだね。アカツキ。魔法が使えなければ親父の目を煩わしく思うこともなかっただろうね。そういえばお父さんの公演っていつだっけ？もうすぐだよね。明日だよ。ショッピングモールのイベントスペースで。僕も手伝わされることになってる。何やってんだよ。どうするつもりだい？まさか君の魔法で彼を黒焦げにするわけにはいかないだろ。だけどこのままじゃ。ユミ先生。大丈夫だから少しだけ我慢してね。
きいのす。みんな大丈夫だから落ち着いて。誰か他の先生を呼んできてくれるかしら。いやー、それにしてもさっきのはすごかったね。同意してたとこ悪いんだけど、きっと僕とハルトのすごいは別のものを指してる気がする。そりゃ決まってるじゃないか。ユミ先生の魔法だよ。なんだで済まされちゃいけないんだけどね。